川口春菜と平野紫耀の高級時計愛用に見るファンの反応の違いとは元キング・アンドプスのメンバーである平野紫耀が自身のインスタグラムに投稿したプライベートショットが話題となっている。写真に映る高級腕時計の価格が注目され一部のファンからは分かりやすいロゴ T 着てギラギラのロレックスしてるのに全く嫌味がないのは平野紫耀の才能。 と賞賛されている。一方、他の芸能人が高級アイテムを身につけた際には批判が集まることもある中、平野仕様はどのような評価を受けているのだろうか。また、俳優の川口春菜との比較も行い、二人のアイドルに対するファンの反応の違いについても検証していく。 平野市用が7月30日に公開した自身のインスタグラムのプライベートショットが多くのファンの注目を集めています。特に平野が身につけている高級腕時計の価格についての情報が拡散され話題となっているようです。それによると腕時計はパペダイヤモンド入りダイヤルのロレックスデイデイトであり、定価は実に850万円以上とも言われています。 一見してハイブランドとわかるファッションに身を包んだ平野仕様ですが、彼が高級アイテムを身につけた際にファンから受ける反応は他の芸能人とは異なるようです。一部のファンからはゴールドとダイヤモンドのアクセサリー高級腕時計ロエベ。 といった主張の強い格好なのにこの写真から伝わってくるのはむしろ日本の夏のレモネードのように甘酸っぱい爽やかさと賞賛の声が上がっています。アイドルが主服で高級ブランドを身につけることは成金感を漂わせることからファンにドン引きされることがありますが、平野の仕様の場合、そういった反応はあまり見られないようです。 彼のファッションに対しては嫌味がないという評価が主流のようです。彼がどのようにしてこうしたファンの支持を得ているのか、その背景にはどのような要因があるのでしょうか平野潮は元キング・アンドプスのメンバーとして活躍し、現在は俳優やソロアーキストとしても成功しています。彼の魅力には何があるのか、その要素を探る必要があります。また、 彼自身が趣味として時計集めをしていることも明らかにされており、今回の高級時計はそのコレクションの一部なのかもしれません。ファンからすると彼の趣味に共感し、高級時計を身につけている姿を喜んで受け入れているのかもしれません。一方で、同じく俳優である川口春奈も過去に私物の高級腕時計を公開し話題となりました。 しかし、彼女の場合は一部のファンから批判的な意見も寄せられたようです。高級アイテムを身につけることに対するファンの反応には個人差があることがわかりますが、平野志用と川口春菜のファンの違いについても考察していく必要があります。平野志用が自身のインスタグラムに投稿したプライベートショットが、高級腕時計の価格が注目される一方で、 彼のファッションに対するファンの反応は一応ではありません。一部のファンからは嫌味がないと賞賛の声が上がる一方で他の芸能人が高級アイテムを身につけた際には批判が集まることもあるようです。彼がこうした評価を受ける理由には彼の個性や魅力が影響していると考えられます。元アイドルグループのメンバーでありながら 俳優やソロアーキストとして幅広い活動をしていること、また趣味として時計集めをしている姿が共感を呼んでいる可能性もあります。一方で、他の芸能人の例として挙げた川口春菜との比較からも、ファンの反応には個人差があることがわかりました。高級アイテムを身につけることに対するファンの反応は様々であり、その要因は複雑なものと言えるでしょう。 平野の仕や川口春菜のような有名人が高級アイテムを身につけることに対して賛否両論があるのは当然のことと言えるでしょう。彼らがファンから愛される理由や支配される要因は多様であり、それぞれの個性が反応に影響を与えていると言えるでしょう。今後も彼らの個性を大切にし、ファンとのコミュニケーションを大事にしていくことが 彼らの成功につながるのかもしれません。